今回は、スタバを買ったらマッマにキレられたという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y 33歳。スタバを買ったらマッマにブチギレられた。ニートもスタバが飲みたいんや。悲しい。スタバって昔から贅沢品だろ。ニートが楽しんでいいものではない。金は自分の金なのか？マッマに掃除しろって言われてあちこち掃除してたんや。そしたらスタバのカードを見つけた。どうせポイント余ってないよな。って思ったら、使えたんや。泥棒定期。拾ったのならマッマに渡すべき。なんでそこで自分で使うんだよ。話には続きがあるんや。昔、まだニートじゃなかった時にマッマとスタバに行ったことがあるんだよ。確か大学生に入る前かな。受験勉強の話とかして、あの頃はそこそこ仲が良かった。解雇中をつ。でってよ。それでさ、なんかマッマと久しぶりにスタバに行きたかったんやが、誘えなかったから、スタバでドリンクを2つ買ってきて家に帰ったんや。マッマの金で、2人分のドリンクを買ったってことだな。生かしても騙されないぞ。だって一致の金じゃないし。それで渡そうかと思ったら、どこに行ってたのよ、って言われて怖くて自室に入った。それで、どうしようかと思いながらとりあえず自分の分のドリンクを飲んでたらマッマにキレられたんや。これは一致が悪い。マッマに一緒に飲もうってなんで言わなかったんだよ。言っても怒られてたんじゃね。怒られてから言ったんや。マッマと飲もうと思ったんやってな。でもめちゃくちゃキレてきて、受け取ってくれんかった。マッマが好きなドリンクは苦すぎてワイは好きやないから今、カップが一つだけ残ってて虚しい。ほんのちょっとだけかわいそう。マッマは一緒にスタバじゃなくて一致に働いてほしいんだぞ。掃除サボって、他人のカードで買い物。残ってたポイントはマッマのってわかるか？そうかもしれんが。ワイだってスタバが飲みたかったんや。マッマかなりキレてて、どっか行ったっぽい。今玄関の音が聞こえた。相当怒らせたな。掃除はどうなったんだよ。掃除は今からする予定や。ざっかり自分の分は飲んだんだろ。なんでマッマは取り上げなかったのかな。はぁ、新作も飲みたかったのに我慢してショートにしたのにな。知らねえよ、そんなこと。スタバ好きだけど、ワイはニートじゃないから自分の金で買う。他人の金で飲んでもうまくないやろ。スタバはスタバだぞ。クソすぎて笑った。家族に寄生し続けてるから他人の金の重みがわからんのだろうな。マッマのスタバだけ買ってくるならまだわかる。自分の分は余計だろ。マジでないわ。同情聞こうとしてて全然聞けてなくてくさ。ま、ニートだからな。全ては一致が悪い。とりあえずニートがいたら、全部ニートのせいになるの好き。そういえば一致って何歳？ワイは33歳だぞ。33歳ニート。その年でニートはまずいだろ。ていうかスタバって美味しいけど高すぎて微妙じゃないか。家で入れたコーヒーでいいわ。ちょっとコスパ悪いよな。そもそもワイの近所のスタバはリア充が多すぎていかない。わかる、無駄にシャレたやつが多い店。もうちょい殺伐としたコーヒー店がいいよな。吉野家のテンプレ思い出した。あれ好き。せっかく美味しいものを飲んだのに気分が最悪や。マッマ、切れるとしばらく長引くんだよな。掃除しろって怒られた時点ですでに機嫌が悪かったし、しばらく自室にこもるか。でもお前、いつもこもってんじゃん。何も変わり映えしなくてくさ。ああ。なんていうか、大変だな。それ、ニートってこんなアホばっかりなのか。基本これ、もっとアホなやつもいる。精神病でニートのワイ、何ダメ。鬱はしゃあないよな。でもニートの中には鬱のつもりのやつもいるから。ワイちゃんも一応は鬱やで。ちゃん付けキモい。ほう、どこか？大卒で仕事もせずにブラブラしてた時に親に心療内科に行かされたんや。その時に鬱って言われた。面倒で3日しか薬飲んでないけどな。悪いけど一致が鬱に見えない。ただのサボりだろ、一生人生サボって、そのうち丸抜ことになる。先のこと考えてなさそう。日雇いで働いてマッマにスタバをおごるくらいしろよ。マッマどうしてこうなった？最近一人っ子が増えてるから子が茶一回失敗したら終わりなのか。なんか怖いな。三人産んで、三人ニートの方が怖くね。結論、産まないのが一番。三人ニートの Y が通りますよ。まあ Y は今フリーターやが。姉と弟がニート。三兄弟でニートとか最悪やん。マッマが帰ってきた。自室のドアを叩いてくる。冷めたスタバどうしようか。知らねえよ、自分で考えろ。何も考えられないんだな。Y でもこんなの切れるわ。ええなぁ、ニートできて。Y も仕事辞めてニートになりたいわ。なればええやん。実家にそんな金ないんだよな。普通、そうだよな。俺なんて学費も自分で払えって言われた。スタバはニートには贅沢やな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ガチで年収200万ちょいなんだけどニートよりはマシ。ちなみに元ニート、贅沢はできないよ。家賃2万のとこで自転車通勤がいいな。まだ実家だけどいずれでなきゃいけない。2万とかのボロアパートには住みたくないよ。貯金しないとお前が困るよ。実家にいるうちは貯金しようと思う。投げ銭するからあまりできないだろうけど、
最低でも200万から300万は惜しいな。非課税世帯でもニートよりマシ。ニートだったけど頑張って働いてる。どこで見つけたの？コネ？あんまり期待しないようにな。20代キッズ。インディードで大手契約社員の求人を応募した。ボーナスなし総支給19万くらいだから周り50歳以上のジジイしかいない。そういう気持ちでやると足元すくわれるし。派遣か。やめたら済むな。19万もあれば生きていけるよ。手取りが14万から15万で残って3から4万ってとこだな。まあリストラ組もハロワしかないならそこしかないんだけど、ビズリーチとかネクストダメなやつはバイト掛け持ちか200万の正社員しかないからな。頑張ってないから200万円なのを自覚してください。元は大手に勤めてたよ。鬱になってニート6年くらいあった。30代超えて焦って契約社員見つけた。19万なら230万くらいじゃん。まあ70まではその生活して貯金5万未満になったら生活保護だな。ニートにしてもほぼ小遣いねえんだろ。小遣い5万円以上のニートが働いたことで小遣いもらえなくなった上に金を入れろってなら大変だろうな。親に出て行けって言われて困ってる。出て行けっていう皮肉なんだから出て行った方がいいよ。そうなったら喧嘩して最悪警察沙汰になる。ここ30年間そうだ。わろた。ニートって贅沢しないなら年収数百万相当の生活できてるよな。住所あるし食べ物もあるしで。とにかく人生の目的持った方がいいよ。とりあえず家賃安くてネット環境あれば生きていけるよ。頑張れ。東京でフルタイムで働けば1120円が最低賃金で月168時間、年12ヶ月で最低でも年収225万円だぞ。俺は東京フリーターの最低レベルの生活でわろた。まあそうするわ。アドバイスしておくけど考えすぎないようにね。考えたら丸むよ。真面目に言うけど。週に2、3回パチスロしてるだけで200万くらいだわ。でも田舎で最低賃金残業なしレベルだとそんなもんだよな。900×8×22×12 の190万ボナなし。こんな人いっぱいいるだろ。バイトかよ。働けてるだけでもマシかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートはい、初めて派遣に行くも働いた気がしない。早く終わりすぎたんでまた休憩30分で、昼に60分、その他にも45分くらいしてる。社員もうこの列で終わりです。給料は9000円もらい、終了予定時刻より2時間早く上がらせてもらう。仕事内容も座りながらシール剥がすだけや。それ今だけだぞ。ずっとリピートしてきてる人もいて。話聞いたらいつもこんな感じだそう。むしろ今回は忙しかったとか。当たりやん。休憩室が新しすぎてスタバみたいに快適だった。ひたすらシール剥がし？精神的にめちゃくちゃきつそう。いや1時間ごとに他の仕事にも変わる。ええやん。頑張れ。今埋められなかった？社員と仲良くしてる派遣が多くてそういうのない。本来は何時から何時までなんや？9時18時。CM で誰もが知ってる大手の企業だから人で集めるために金惜しまないんやろな。シール剥がすだけなん？守秘義務あるから言わないけど小学生でもできる。ニートの妄想スレ。マジなんだよな。契約書もある。最高やんけ。平日20日としてだいたい18万円。いろいろ引かれて手取り15万ちょっとか？派遣に稼いだ金額引かれるとかないで。あ、引かれた額か。住民税とか多分払うやろ。日当て私なんか？振り込んでくれる。よかったやん。ほんと楽しかった。ええやん。ほっこりする。全部引かれて日当9000円なん？結構美味しいやん。やりたくないけど。9000プラス交通費。社員の人優しく教えてくれるし今年できた施設だから環境良かった。何歳や？ワイは22。お年を召した方も来てる。その代わり募集が埋まるのは早い。職内人の救済や。大企業のボランティアか。なんかお金に見合った労働できてなくて申し訳ない。なことないと思うで。立派な仕事や。若いな。Y の派遣は暇なんかなかったけどな。むしろ詐欺残、徹夜、休日出勤で月400時間当たり前やったわ。暇な時は仕事しなくてよい。忙しい時も働いた分はお金がもらえる。その代わりいざという時真っ先に切られるだけだわ。派遣は一生働けるわけじゃないしな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。37歳職歴なし、派遣が決まって鬱になる。震えが止まらない。むしゃぶるいってやつか。周りのやつも適当だからそんな気合い入れなくて大丈夫だよ。周りはほぼ正社員らしい。怖いね。コツ教えてあげる。見せるな賢者はかしこまり、愚者は見せるんだ。覚えといて。決まったら嬉しいじゃん。正社員なら嬉しいけど派遣だからな。37職歴なしとか怖い。頑張れ。今更働いてどうすんのよ。生活保護もらっとけって。どうせ体壊して終わるんやで。働くってのはそういうことじゃないよ。体壊したり、自丸したりしないようにな。ありがとう。ご同時だから生ポはもらえない。体壊すのは怖い。頑張れよ。大体そういうのって出向先に伝わってるから。
即戦力は期待してない。まずは落ち着いてミスしないようにしろ。ありがとう。学歴と資格はそこそこあるから変に期待されてなければいいけど、ミスしないよう頑張る。つかもつかな。ちなな系大手の工場。やりたいことをやる。やりたいことをやってる人に近づき、同じやりたいことを見つける。これが大事。頑張んな。一度きりの人生だ。後悔しないようにな。どうせバックれて終了だろ。何抜け駆けしてんだよ。長期ニートは自分は普通にしてるつもりでも世間とのズレがかなりあるから、言動には十分注意して、言われたことにはちゃんと従えよ。やっててもズレはあるよ。やりたいことはないけど頑張るよ。ありがとう。何年も人と会話してないから気をつける。やればきっとやりたいことも見つかるさ。気長にとかは言えんけど、そんな感じだ。引きこもり期間の長さより1回でも就労経験あるかがでかそう。バイトは大学時代ずっとやってたし、就職できなかったから卒業してからもしばらく同じとこで続けてた。バイト経験あるやんけ。大学まで出ててバイト経験すらないやつはいないだろ。親の金で言ってるボンボンだと思った。派遣ならバイトとやること変わらなそうだし大丈夫じゃない？自分の裁量で判断求められることとかなさそう。バイト辞めてフラフラしてた期間もある。過去の話でもバイト続くならいけるわ。心配して損した。学費とか家賃は親に頼ってたけど、遊ぶ金欲しいからさすがにバイトはしてた。子供の世話するようなバイトだから大人と関わる仕事とは全然違うけど、それに、それも辞めてた期間がある。ビジネスマン的な仕事はしたことないよ。ビジネスマンになったことなくても工場くらい大丈夫だろ。ビジネスマナーとか大人同士の社交辞令とか全然わからん。なんで職歴ないの？リーマンショック世代で新卒就職できなかった。年下正社員に見下されながら命令されるとか耐えれるのか。一応直属上司になる人は年上っぽいから大丈夫だと思う。指図と命令は違うよ。現場に命令はない。35以上で正社員の打診来るんかね。正社員登用は年齢関係なくないらしい。10年前くらいまではよくあったみたいだけど。引き抜こうとしてるやつは満期金狙いで、いらないやつが社員になりたがるからな。他人のやりたいことの手伝いをしているだけだ。これは忘れるなよ。お前のやりたいことは自分で決めろ。やりたいことをやっている人と同じことがしたくなるかどうかだよ。やりたいことはないんだ。職歴あっても新しい職場は怖い。ウーバーイーツでもやればいいのに。田舎だからできること限られる。鬱になって無職に戻るのと、引っ越して自分のペースで働くのどっちがいい？採用されるために経歴持ってないよな。一人暮らしで家賃生活費払いながらウーバーイーツの方が鬱になる可能性高いだろ。風邪でもひいたら終わりだし、実家の方が鬱になる可能性は低い。合わないと思ったらバックれずに他のところ紹介してっていうこと。あと派遣の敵は別の派遣だから、派遣先社員は割と優しい。窓口になってる人ならなおさら。社員100人に対して派遣5人みたいな環境だから、そこまでギスギスはしてないんじゃないかなと思ってはいる。派遣同士関わる機会も多分あんまりない。ありがとう。合わないと思ったら派遣会社に相談するよ。なんだ学歴はあるのか。あ、ごめん言い忘れ、収入の1割は貯金ちゃんとしとけよ。9割の生活でも生活水準変わらないから、ちゃんと貯金するように。多分手取り13万円くらいだから、3万円は実家に入れて、1万円は貯金するように頑張る。貯蓄用口座に振り込みで自動で行くようにしといた方がいいよ。初月が肝だからな。何でも最初が肝心、そこからは癖になるから。いろいろ嫌な妄想が止まらんのだろうな。まあ言ったらそういうのは全部消える。昨日の夜は悪夢まで見たわ。大学卒業後しばらくフリーターで、その後長期引きこもりってことか。そうそう、2年くらいフリーターしながら就活やってたけど、リーマンショックの後だから仕事見つからなくて、稼げるバイトじゃないから生活苦しくなってきて田舎に帰った。それから引きニート。教えれるなら教わる側のこともわかるだろ。どんな奴が好きになった？それをやればいいだけだよ。さっきから変な奴がいるな。雇用はもうこりごりの俺は個人事業主を押すわ。 Uber Eats 配達員で稼げるし、 Amazon Flex とかいろいろある。なんか一気は大丈夫なタイプだと思う。派遣で1年やれたら30代のうちに正社員転職したら良い。資格持ってるならいける。思ってたほどみんな真面目に働いてないから大丈夫よ。気楽に行こう。やっぱりリーマンショックで働けなかったやつとかいるんだな。イッチ、頑張れよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。大学卒業して就職するのやめてホームレスになりたい。それかニート、マルヌよりはマシやんな。働きたくない。 Y にライフハック教えてくれメンス。ええで。ええよな。将来に希望とかないんやし、中国には寝そべり族っておるしな。似たようなもんやし、ええよな。マルに対難ジェイミンおるんを、 Y と一緒にホームレスになろうや。ガキみたいなしょうもないなれ合いはやめてくれ。
そんなことするなら生ポ取って、気が向いたら就活する人生の方がマシやろ。生ポ取れるなら勝手に取ったらええやん。ワイはどこも悪くないから取れへんよ。生ポ取れるかの基準は貯金額が全てや。一致の体と心が壊れてるかは関係ない。調べもせずに適当なこと言わないでくれ。話それてるで。生活保護取れるやつなら勝手に取ればええんだし、なれ合いやないって言ってるんやで。ワイは実家暮らしだから別に金に困ってもないし。実家暮らしならどっちにしても無理やな。うちの親は働かないなら追放するって言われてるで。まあそれが普通やんな。ワイは追放される前に逃亡や。ワイたちの仲間入りや。は、仕事は何するの？働きたくないでござる。東京か西成なら良い経験できると思う。東京でホームレスがいいな。楽しい人生の始まりや。生活保護にでもなれば？ワイは取れへんよ。実家から離れてホームレスになる覚悟あるの？あるで。これが自立ってことなんや。まあお前にはホームレスなんて無理やろな。冬の寒さに耐えきれなくてすぐ実家に帰るよ。なんでや、ワイは寒さなんかに負けん。川崎にホームレス支援に熱心なおじさんおるから頼ったらいいぞ。そのおじさん大丈夫なんか？おもむろに尻とかもまれたりしないやろか。ホットプラスの藤丸に相談しれ。別にホームレスになるのは構わんけど、戻るための知識はあった方がいいから。調べたけどこういう団体もあるんやね。情報3月も。八方塞がりになると思考が制限されて視野が狭くなるから、ごましな団体は目星をつけときや。わかったやで。貧困ビジネスには騙されんで。バイトとかじゃあかんのか？フリーターは Y の家に許されへんやろな。ホームレスよりはマシだろ。バイトでも頑張れば30万くらい稼げる。Y はそれでもええけど結局実家からは逃亡することになるんごね。ボロアパートでもホームレスよりはマシなんかな。ボロアパートでも雨風しのげるのは大きいぞ。鍵もかかるから窃盗の被害だって少ない。メリットもあるけど生活つらいつらいになってしまったり、借りるまでにいろいろ問題もありそうという懸念があるんご。東京だと三谷とかかホームレスが仕事探すのは。なんかそういう名所とかあるんやな。3月。貧困ビジネスのカモにならないよう気をつけろ。ホームレス仲間を作って情報を得るんやで。ええ、ホームレスとか怖いんご。ホームレスが楽と思われてんのくさ。実際楽やろ。少なくとも今の日本で就職するより幸せになれると思うんやが。その日本の就職とかいう楽な労働から外れた場所で労働するんやぞ。なんで好き好んでハードモードの生活選ぶんや。収益化出勤残業ありのどこが楽な労働なんや。欲しくもない金のためにそんな働けるか。日々の飯代どうすんだよ。残飯漁るか。ベッドみたいにご飯がもらえると思うなよ。ゴミ漁って飯代稼ぐか。お前の周りに他のホームレスがいたらその売れるゴミすらないと思えよ。ホームレスでも働かんと飯食えんぞ。どうすんの？そうなったら働くしかないやろ。何が言いたいんや。結局何がしたいんだよ。幸せになりたいだけや。ホームレスのルポ本もたくさんあるから読んでみると良いぞ。わかったんご。3月。せめて2年くらい自衛隊行くとか日本全国バックパッカーするとかやろ。まあホームレスも味方によってはバックパッカーみたいなもんやろ。ホームレスでも働かないといけないからな。一気には無理や。ワイは大学行ってバイトもしてたエリートやで。今日もそろそろ皿洗いへ向かうんや。はぁ、ニートになりたい。なんでみんな働かないといけないんだろうな。親がフリーターでおけって言ってくれれば、まあそのまま実家でダラダラもできるんだけどさ。年明けに一気に数ヶ月働いて、その後、しばらくダラダラ働かずに家にいたい。後から苦労するぞ、ホームレス。まあ一気がなりたいんならいいんじゃね。なりたくてなるもんじゃないと思うけどさ。ホームレス。生ポはやめろよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。